疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。さっきちょっとふと思い出したんですけど。はい。どれぐらい前かな。うん、まあ、ある日、うん、こう、まあ、奥さんがお休みの日で。うん、で、僕、まあ、毎朝子供を保育園に送って、うん、まあ、お店に来るっていうのが、いつもの生活スタイルなんですけど、はいはい、まあ、ある日、奥さんが休みだったから、うん、こう、僕を送るときに、うん、奥さん、見送りに出てきてくれたわけですよ、朝。はいはい、お家からね、はいはい。で、先に奥さんと子供が、うん、まあ、荷物持って出て。ああ、車に乗って。そうそうそう。だから、僕が後から家を出たわけですよ。うんうん、で、僕何にもこう、まあ、考えずっていうか、まあ、いつも通りの流れで、うん、自分出て、うん、部屋の鍵カチャって、うん、閉めて、うん、で、車行って、うん、で、じゃあ行ってきますって言って、うん、行ったわけですよ、うん、それじゃ何も、まあ、いつも通りのね、うん、まあそうだね、そうそう、うん、で、こう子供の保育園に着いてちょっとしたら、うん、知らない番号から携帯に電話がかかってきて、うんうん、って思って、うん、でもまあ番号見たら新潟市の固定電話からの番号だった、うん、あれ俺なんかまた DVD の返却とか忘れたかなとか、うん、一瞬こう思ったわけですよ、うん、あ、まあまあ借りてたしなと思って、うん、もしもしって出たら、うん、なんと声は奥さんなわけですよ、うん、はいはい、その時点でもまあ意味が分からなくて、なんでこんな知らない番号から奥さんが電話してくるんだと、うん、そしたら第一声鍵え鍵鍵がないからアパート入れないってでも一瞬意味が分からない、鍵がないからアパート入れないってどういうことだと、あ、そしたら、いやいや、あんた鍵閉めたでしょ、最悪で一瞬して、あ、そういうことかと、うん、あー、かわいそうでね、うん、まあ朝だったから、うん、奥さんはまあね、ノーメイクなわけですよ、はい、で、まあちょっと見送りついてたから、うん、ね、出かけるような格好はしてないと、うん、ほぼ家着のまま出て、うん、ね、うん、そんな状態の奥さんを、うん、ね、そのまま、まあ、置いてきてしまったわけですよ、これは怒られるわ、いや、やっちまったなと思って、うん、でそしたら、うん、でもまあそしたらじゃあどうやってね、うん、どっから電話をしてきたんだって聞いたら、うん、近くのコンビニだと、お、財布も持ってないね、何にも持ってないし、うん、で電話番、俺の携帯電話番号も、うん、多分この番号だろう、すげえ、でとりあえず、いやそれどうやって行ったのって、いやコンビニに行ってまず店員さんに、しかも朝で結構ほらなんていうんですか、朝ごはんを買ってくる人とか、なんか飲み物を買ってくる人とか、結構いた中で、私はもう家着のまま、ノーメイク、なんなら頭だってそんな寝癖もね、直してないみたいな、そんな子が、いきなり店員さんに、すみません、電話貸してくださいって言ったら、まあまあ、困ってる感満載だ。満載。で、店員さんも何も聞きもせず、どうぞ。奥から電話持ってきてくれた、でもまあ何かあったらコンビニ、いや、まあ、助けてくれるもんね、まあまあ、でもうちのアパートからコンビニって意外と距離があって、そこまで走っていったっつってた、でも怒られた、ね、もうね、もうすぐ戻ったら、うん、もう鬼の形相みたいな顔して見て、いやー、そうか、それね、私ね、奥さんの締め出された気持ち、わかるよ。あ、わかります。いや、私は、真冬に、はい、それこそ同じ状況で、旦那さんが一回家に帰ってきて、飲みに出かける。車を置きに来て。それで、で、その一緒に行く人が、昔ね、お世話になった方だったから、挨拶久しぶりだし、ご挨拶しておこうと思って、私も真冬なんだけど、ちょっと挨拶するだけだからと思って、コートも着ず、靴もなんかサンダル、はい、みたいな感じで、で、鍵ももちろん持たない、携帯も持たない、財布も持たない、本当にこのまま、じゃあ私挨拶しに行ってくるっていう感じで、一緒に出たら、はい、で、
行ってらっしゃい、楽しんでって見送って家帰ろうとし、入ろうとしたら、あれ鍵かかってた。そう。私は締め出されたタイプ。あなたは締め出したタイプ。で、やばい、すごい寒い、どうしようと思って、で、もうお金もないじゃん、うん、だから電話を貸してくださいっていう手段が思い浮かばなかった。お金がないから、うん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 、そうだよね、だし、旦那さんの携帯の番号もわからない、うん、で、その日は確か、代表んちが、まあ、歩いていこうと思えば行ける距離なんだけど、うん、代表はもうセミナーうんうんうん、があって、いない、うん、で、時間は12時過ぎてました、うん、深夜のね、そう、うん、だから、そうなった時に、うん、ピンポン鳴らすと、まあ、迷惑じゃん、はい、代表のうちピンポンすると、ね、だから行けない、うん、どうしようと思って、うん、確か消防署、うん、行くと、うん、鍵開けてもらえるってなんか聞いたことがあったような気がしたから、うん、本当にアパートのすぐ近くに消防署があるから、うん、行ってみた、はい、すいません、うん、あの鍵って消防署で開けてもらえるって聞いたことがあるんですけどって言ったら、確かにそういう問い合わせすごい多いんだって、うん、なんだけど、うん、開けれますよ、うん、ただ緊急事態の時と、うん、あと鍵を開けるってよりは鍵をぶっ壊すか、うんうんうん、あの何ドアとかを壊して中に入る、うん、まあ、緊急事態の時だけ、うん、はいはい、だから鍵がないから開けてあげるってことはできないと、うん、でもどうしたんですかって聞いてくれたから、いやいやちょっと鍵かかってしまってって言ったら、はいはい、じゃ あの家族の方が帰ってくるまでここで待ってればいいよって言ってくれたんだけど、そんな格好だし、うん、それもね、気まずい、いやそれは本当にあの、うん、お仕事中の方々だから、うん、いやいいですって言って、うん、私あの行った場所わかるんで歩いて行けますって言ったら、うん、場所どこなのって聞いてくれて、うん、どこどこなんですって言ったら、うん、それは遠すぎると、うん、歩いて行くって今真冬です、うん、その格好は無理だよ、危険って言われて、うんうんうん、たらあの鍵の SOS ってあるじゃん、はいはい、鍵落としちゃった、うん、そういうところにじゃあ電話してみようって言って、うん、中入りなって言ってくれて、うん、中入らせてもらって、うん、あの消防士さんたち3人くらいいたんだけど、うん、消防士さんたちの自分のスマホから、うん、みんなかけてくれて、うん、そう、でも3件とも、うん、あそこ新潟はちょっとうち範囲外なんで行けませんって3件とも断られた。だから、ね、やっぱりお家の人帰ってくるんだったら待ってればいいよって言ってくれたけど、うん、いやいいです、ありがとうございましたって言って、うん、あの歩いて行こうとしたら、うん、途中でタクシーが通ったから、うん、もうあの乗せてもらって、うん、でその旦那さんがいる居酒屋まで連れてってもらって、うん、すいません往復してほしいです家まで、うん、って言って、うん、乗せてもらったんだけど、うん、で、その格好でどうしたのってタクシーの人にも言われて、いや実はこういうことがあってって言ったら、あーそっか、でもね女の子なんだから、あの出かける、ちょっと出かけるって言って鍵を持たないとか絶対ダメ、鍵を絶対閉めなきゃダメだよ、いい勉強になったねって言って、でタクシー代はあのその社会勉強ってことで、あのしょうがない、払ってもらわないとしょうがないけど、うん、でもかわいそうだから、うん、ちょっとお安くしてくれる、おまけしてくれるって言って、うん、途中でメーター止めてくれて、そうすごい往復してもらったんだけど、うん、でしかも深夜料金高くなるから、はいはい、じゃあいい勉強になったね、これから気をつけなきゃダメだよって言われて、うん、タクシーの運転手さんも安くしてくれて、そう、ほんとなんかいろんな人のお世話になって、うん、なるほどね、そう、締め出しはね、本当に辛かった。辛いね。そう、後であの消防署にもお礼持って行ったけどすいませんでした、本当にって言って、だからなんかちょうどその夜いた方がいて、うん、あー大丈夫だったって言われて、あ、なんとか大丈夫でしたって言ったら、気をつけてくださいね、消防署は開けれませんよって、もう一回念押しされたけど、まあまあまあ、そうそう、気をつけてくださいって。いや、ね、ちょっとな、いや大変な話だったけど、うん、あれじゃないですか、なんかね、みんなやっぱ優しいですね、そういうのがこう、本当、ね、申し訳ない、ね、
多分だけど、ぬくぬくしてたらあれだったのかも、わかんない。本当にすっこんな感じ、寒すぎて。じゃあそう、真冬優しい、いい国だ。そう、みんなすごい、すっごい優しくしてもらった。マミさんなんかないですか？俺はないね。あ、ないんだ。しっかり者なんで、でもね、これからでもね、季節も厳しくなるんで皆さん気をつけないと。いや、多分そうね、締めだしね、締めだし寒くてね、でもあれだね、緊急連絡先として、あれだよ、誰かしらの電話番号を覚えておくっていうのは必要じゃない？だよね、だよね。携帯のさ、電話帳機能でさ、今なんかペッてやってペッてかけれるじゃん。家族の携帯番号も今言えないもんね。俺も言えない。わからん、私、言えない。だから、まあ、自分がしてしまったことだけど、一応奥さんの番号はでも覚えようかなと思って、何回か番号を見るんだけど、やっぱりね、ちゃんと覚えようっていう気がなかなかないのか、覚えられない。その時はなんとなく覚えようかなって思ってるけど、今あれって言われたらちょっと言えないな、もう。そうだよね。だから逆に奥さんすごいと思う、電話番号覚えてて。いや、だからよく覚えてたな、なんか、まあほら書類上、あの、なんだっけ、俺の名前書いてなんか番号連絡先書くやつとか、ね、まあ、何回か書いたことがあるから、それでなんとなく覚えてたとは言ってたけど。なるほど。そうそうそう、大事だね、やっぱり。大事ですよね。だからそういうのはちゃんとした方がいいかな、はい、そうですね、気をつけないとね、まあ、寒くなるんで。ですね、皆さんもね、はい、まあ、そういうことがないように締め出され、そう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 、ならないようにっていうのと、まあ、何があった時のために、身内の番号は覚えておくと、そうだね、最悪の状況をね、そうのために、はい、はい、ということで、まあ、今日ね、今週最後の日曜日の営業が終わりまして、はい、ね、来週も一生懸命頑張っていきましょう。はい、はいはい、今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。